もう俺、とにかく2週間分のメニューは大体決めてあるんで、はい。今日は誰それと外食、はい。今日は、なんだっけ、冷凍食品を買ってくる、出前今もある。日は出前で何を取る、だって2週間それで1週いけ間一そう応です決めてか？みてね、メニューは一応立てた。でも1日2食とか3食ですか？朝は作るよ。作るっていうか、パンを焼いて食べるよ。卵を焼いて、トースト焼いて、それで、ブロッコリーか、なんだろブロッコう。リー何かかをちょっカリフと、ラワーとかをそう湯だな。がいて、湯がいてね。え、マヨネーズつけて食べそるれか。やるんですか？そ食べれぐらいはやろう。トマトとか。トマトは輪切りにして、中華風ドレッシングをかけて食べるとか。あら、やるじゃないそですれぐか。らいできるけどさ、いわゆる火でこう調理をするっていうのがダメなんだよ。夜ね。夜はダメよ。朝は、朝はパン食べるで、よ。で、お昼はお昼はない。お昼は食べないからパンね。と一緒ですね。じゃあ、朝と一緒で。夜が問題ですね、じゃあ。夜がとにかく2週間分ね。2週間分。大変なんだよ。もううちこんなメニューが溜まって、出前のメニューが溜まってさ、それから選んで、ここはちょっと良さそうだなとかいうのをこう選んで。用意周到な拓郎さんですから、そう。ね、もう全部それはじゃあ、日によって。バッチリ決めてやる。着るもんも全部決まってますか？2週間？ 着るものぐらい自由でいいだろう、お前。そんな出かけた。だって洗毎濯日出かけるわけじゃないんだから。洗濯あるじゃないですか。洗濯なんて洗濯機に入れときゃ知ってくれるんだ、洗濯機が。あ、洗濯は大丈夫ですか？大丈夫。でも、拓郎さんのお宅は話を聞いてると余計なもんないですよね。ない。家にガーないデよ。ニングやってるとかもないんですか？ガーデニングない。やんない、やんない、やんガーデニングもない。ないし、家の中に水をやんなきゃいけない花とか。ちょっとあるけど、そんな大丈夫ですか？ちょっとで。大動丈夫。物飼わないからね。動物いないですもんね。うん。そうか。じゃあ、晩飯だけですね、問題は。晩ご飯と、それからやっぱりずっと一緒にいる奥さんがいないという状況だよ。ああ、そうです。寝るこれ、時とか、ちょっと独り言怖いですよね。怖いよ。だ、電気つけてね。テレビもつけてね。テレビはつけないけど、電気つけてね。で、はあと一番あれなのは、やっぱこう、会話をする相手がいないことだよね。ああ。いつ普段だったらさ、なんか日常会話があるじゃない。おはようとかお休みとか。そういうのないじゃん。たわいのない話とか。一人で言わなきゃいけない。おはよう。言わないでいいですよ、あ？言わないつで。い言っちゃうんだ。壁に向かって。おはよう。あ、じゃあ写真を置いとくってもです。変だろ？奥さんはね、写変真。だろ、等それを。身大の体。お掃除の人とか見てさ、拓郎さん何してんですかって。いや、かみさんの写真は、かみさんのヌードの写真あったりして。若い時若い頃のサードかなんかの映画の。裸になってる。それにおはよう言ったらいいじゃないですか。おはよう。 そんなに今日も裸で元気そうだな。その時は拓郎さんも裸ですか？裸だよ、そういう裸時でバーンと。裸の付き合いでね、君とは。おはよう。お前な、俺、からかってんの、どうも。からかってんじゃないですよ、拓郎こんなさん。こと、お前、これ、まあ、ラジオやり直し。また。